はい、キャプテン浩二です。おはようございます。今ね、朝の出荷から帰ってきました。こんな感じでね、今日もね、バイクでね行っております。最近はね、出荷数がね少ないので、車じゃなくてね、バイクの方でね、毎日ね出かけております。お天気もいいしね、こんな感じでね、すごくいいお天気になっております。ここ福岡県のね福智町ですけれども、毎日ねいいお天気が続いております。風がね強く吹いておりますね。その代わりね、気温の方もね、ポカポカ陽気でね、ちょっとね風の音が入るかもしれませんので、声を大きくしてね喋りたいと思います。この感じで枯葉がね舞ってね、今ね母がね倉庫の中でね掃除しておりますけれども、枯葉が舞って中にねゴミがね、入ってきております。時々ね定期的にね掃除しないといけないので、ゴミがね倉庫の中に、入ってきたら掃除しております。はい、こんな感じでね、落としてもいいが、エミが見ようね。エミがこの動画見ようけね。はい、それではね、昨日ね、エンジン分解しましたタミヤのね、エンジンですけども、タミヤの FS15 エンジンですけども、今からねちょっとねまたねエンジン始動してみようかなと思っております。ね、エンジンかけてね、ちょっとどんな感じかね。エンジンはかかるんだけどもね、まあいいか、エンジンはもうこのままにしときましょう。どうせね、リコイルスターターがついてないので、ちょっとお話しして終わりましょうかね、今日はね。エンジンの方に関しましては、こんな感じでもう仕上がっておりますので、できたらね、このエンジン、また使い回したいな、他のね、あれに使いたいんですけどもね。うん、横もの方はねもう使いますので、これもう一台のね TGX にね、もう一台のスペアカーのね TGX はね二速スピードになっておりまして、ご視聴者様のねマジアカンさんからもらったね二速スピード用のねギアとかね一式ね、そういえばね去年、会った時にねもらいましたので、それを二速スピードに、しましょうかね。もう一台のスペアカーはね二速スピードできますのでね、まあとりあえずね保管、このままねエンジン組んだ状態でね保管してね、何かね使い道があれば使っていこうかなと思っておりますね。それかね、これ乗せ替えもできますしね、この今ついてるTGX の 12FS エンジンですね、 FS12 エンジンにこの元々のね横のねエンジンをね乗せ替えて、走らせてもいいと思いますが、今この状態でねすごくね調子がいいのでね、一応これでしばらく走らせますけれども、時々ねこのエンジンに取り替えてもいいかなと思っております。エンジンをね乗せ替えるだけですのでね、手間はかかりませんのでね、それで時々乗せ替えて、走らせてみたいと思います。
はい、そんな感じでもうね、ちょっとね、昨日これヘッド外してね、分解してね、ピストンとスリーブ見てもらったと思いますけども、スリーブの方がねちょっとね、色が変色、一部ね色が変色しておりましてね、かじった跡が、ピストンでかじった跡がありますので、やはりね、圧縮抜けが少し若干していると思います。ですので、リコイルスターターではね、エンジンがかかりませんでしたね。ですので近いうちにね、またね、ピストンスリーブセットを購入してね、付け替えてね、走らせてみようかと思います。はい、それではね、今日はね短いですけども、この辺で終わりたいと思いますね。はい、それでは、無事に、治ったということで、またね別の動画で、お楽しみ、別の動画はまたね上げますのでね、お楽しみにされていってください。はい、それではご視聴ありがとうございました。この辺で失礼いたします。